服が最強にあざと。ステージイベント2組目として改めましてグッドクルーの皆さんです。お願いします。こんにちは。素晴らしいステージを披露してくれております。でね、まだですね、グッドクルーのことをよく知らないという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、まずは皆さん自己紹介からお願いいたします。はい、アマハネサラです。はい、一ノ瀬里乃です。石野萌です。キャズナラです。はい、私たち神戸初アイドルグループグッドクルーです。よろしくお願いします。神戸初の、ね、アイドルグループということで、はい、いやね、なかなかコロナ禍ってね、こういったステージイベントもね、見れる機会っていうのが少なかったので、そうですね、久々にこう楽しんでるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、グッドクルーの皆さんはいつから誕生したんですか？2年前ですね。2年前にこの神戸で誕生して、今日は同じ神戸のね、活動しているグループとして一生懸命ね、一日盛り上げていこうと思います。はい、ありがとうございます。なるほどね、2年前からということで、はい、ちなみに今日はね、グッドクルーデーっていう冠の、試合がありますけども、そうです、ね、皆さんちょっと私が気になるのは、はい、サッカーをどれぐらい知ってるのかなというのを。もちろん知ってますよね。ちょっとアピールしていただきたいなと思ってます。はい、はい、じゃあリノちゃんとかは、はい、やっぱりちょっと最近サッカーとアイドルでなんかブームになってるじゃないですか。ちょっと日向坂の方がめっちゃさ、サッカー詳しくてさ、もうアイドルとサッカーの組み合わせができてて、めっちゃちょっとプレッシャーっていうか、そう、まあ、やばって思ってたんですけど、ほんまになんやろ、最初全然初心者で、ルールとかもなんやろ、小中高で触れるサッカーなんですけど、それこう触れたことあんまなかったんですけど、そのヴィッセルの試合を見に来てから、そのサッカーの楽しさをちょっと、知ったというか、やっぱ実際生で見るのと、その画面越しで見るのが全然違うんで、まあ、これからどんどんもっと知っていきたいなっていうふうに思ってますね。おー、すごいですね。萌えちゃんなんかはなんかある？私もあるんですよ、サッカー。なんでしょう？高校生の時ですね、サッカー部のマネージャーを私のお母さんが、お母さんなので、なんも萌えちゃんに関係ない。なるほど。お母さんがね、お母さんがね、高校生の時にね、なので今日嬉しいですよ、ね、よかったです。嬉しいね、まあ、お母さん喜んでくれてるかもしれませんね。ママどこやろ、見てくれてるんですかね。ちょっと手を上げにくいかもしれませんけどね。はい、ちなみにやっぱりね、今日はグッドクルーの、ね、ファンの方だけでなく、ヴィッセル神戸のファン、サポーターの方もたくさんいらっしゃいますので、はい、ちょっと皆さんをサッカーのなんかポジションに例えたらどんな感じかとかちょっと教えてもらえませんか？はい、じゃあちょっと私から聞かせていただきます。私はね、サッカーのポジションで例えたらディフェンダーかなーと思ってて、まあ理由は、まあ、身長高いから飛んできたボールをヘディングで飛ばすっていう役目をしようかなって思っております。頭がね、拍手ですねこれね。ありがとうございます。やっぱりね、ディフェンダー跳ね返すとね、背が高い方がいいですよね。そうですよね。はい、なるほど。はい、リノちゃんは？私はゴールキーパーです。おお、なんでなんで？すごい。ゴールキーパーってまず一番初めに、うん、そのボール怖がっちゃダメじゃないですか。うん、はい、だからその何が来ても、もう怖くないよって。おそう、だからそのドーンって構えてる感じ、自分で言うのもあれやけど、そう、ゴールキーパーかなって思います、ね。うん、みんなをこう守ってあげてる感じ、ね。でも来いよみたいな。うん、かっこいい。はい、じゃあ萌えちゃん。私はこの前サッカーのポジション診断っていうのをインターネットでやったんですよ。その結果ミッドフィルターでした。フィルターでした。なんかその、うんうん、その何診断の内容も、うんうん、なんかその責任感があるかとかリーダーシップがあるかどうかみたいなのをポチポチっと押していくやつの結果が、うん、そうなったんで、多分本当にミッドフィルターに私はなれるんだと思います。なれちゃいますね。頑張ってほしい。いや、大事な中盤の役割ですよね。そうですね。はい、ララちゃんは。さあ、そして、はい、ララはね、フォワード。おー、フォワードっていうやつや、はい、結構最後の決める、うんうん、点を決めるやつみたいな、うんうん、結構重要な役割だと思うんですけど、うん、ララも結構
あのライブの時とかにね、うん、ポーズとか決めちゃったりして、かっこいいもんね、いつもライブ中ね、見てるんじゃないかなと思って、ね、フォワードですね。そうね、おー、なるほどね。なるほど、皆さんね、ディフェンダー、ゴールキーパー、ミッドフィルダー、フォワードとそれぞれ役割があるようですのでね、はい、また違う楽しみ方もありかもしれません。さあ、そして今日は1曲だけでなく、あと何曲かやっていただけるんですね。そうですね、はい、あと1曲、ラスト1曲、はい、でセカンドステージもあるということですね。はい、はい、ということですね、この後もグッドグルの皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さん今日は最後まで熱い戦いを一緒に応援しましょう。はい、もうこの次でね、ラストの曲になるんですけど、うんうん、みんなでサビで楽しく踊って盛り上がっていきましょう。はい、みんなね、タオル持ってくれてると思うので、ぜひ一緒に振ってみたりしてね楽しんでください。聞いてください、青春タイムライド。さあ、ここからみんなでクラップして盛り上がっていきます。オリジナルタオルがあちらの抽選
会コーナーにて抽選できますので、はい、まだの方はぜひ抽選会参加してみてください。お願いします。それでは以上私たちグッドクルーでした。ありがとうございました。グッドクルーの皆さんありがとうございました。2曲披露いただきました。いや